今あっという間でありましたが、顔認証を使ってレーンを通過いたしました。同じく顔認証をしてレーンを通過いたしました。まずこちらの ID カードですが、 ID 情報が IC チップに書き込まれております。そしてこちらの顔認証システム装置ですが、上段部には顔を撮影するカメラがついております。で、真ん中には IC カードリーダーがついております。 ID カードを IC カードリーダーにタッチいたしますと ID 情報が読み込まれます。で、この ID 情報に紐づく事前に撮影登録いたしました顔画像をデータベースから呼び出してまいります。で、その顔画像とこちらの上段部のカメラで撮影いたしました顔写真と照合するわけです。いかがでしょうか。顔認証につきましては下段にありますけれども、一般の観客とは異なり、選手をはじめとする関係者の方々が入場する時に活用するものであります。大会関係者は一般観客の方と異なって重要施設、重要エリアに立ち入るということもあるため、より高いセキュリティが必要となると。合わせまして何度も何度も競技会場等にお入りになるということで、セキュリティにとっての負担も多いということから、よりスムーズな入場を確保するために顔認証装置を導入することであります。このような顔認証システムの導入はオリンピック・パラリンピック史上初のこととなります。今回顔認証システムにより大会関係者の入場時の本人確認を厳格かつスムーズに実現します。携帯認証や行動検知、解析といった最先端のテクノロジーを活用することで、人をさりげなく見守るとともに危険を未然に防ぐということです。30万人分もの個人情報を扱うということでですね、そこで情報流出のリスクですとか、サイバー攻撃などももしかしたら考えられている環境下で、どういうふうに安全性を担保されるかということをちょっとお伺いしたいと思います。顔認証に関わりますですね、顔特徴での情報につきましては個人情報に該当いたします。もちろん顔写真もそうでありまして、私たちはこの顔認証システム、アクセスコントロールのみならず、セキュリティの話で申し上げましたペリメーター境界線を中心にたくさんのカメラを置きますが、そのカメラ映像につきましても当然のことながら個人情報保護法にのっとりまして、その保護の観点からしっかりとした対応をしなければならないということは言うまでもないところであります。個人情報保護につきましてはシステム全体を管理しますアトスという会社も含めましてですね、私ども組織委員会にはネットワークの設置管理といったものを担当させていただいております。テクニカルサービス局というのがございまして、それと合わせまして私どもにもですね、私の警備局にもサイバー攻撃対処部というのがございます。これは過去大会にしまして、警備局の中にサイバーセキュリティ対策を情報システム部門とはまた別に設けているというのがですね、私ども過去の組織委員会の中で初めてと考えております。このようにしっかりとしたサイバーセキュリティにつきましても対策を講じたいというふうに考えております。